4月の16日ですね。今日も朝から昨日から朝にかけて雨降ってたので、今日は休みかなと思ったんですね。釣り休みかなと思ったんですけど、今11時ですね。なんか晴れてきたんで、とりあえず川に向かってます。ちょっと今日はですね、あんまいつも上流ポイントばっかりなんで、ちょっと下流の方、少し下流といろんな支流もちょっと、まあ、時間も時間なんでそんなに回れないんですけど、ちょっと下流域ですね、まあ、里川って言ったらいいのかな、まあ、そこ回ってみたいと思います。もう来週なのかな、来週末からまた連休が来るんですけど、まあ、今年全く予定がないですね。本当に予定がないん でコロナも結構落ち着いてる感じなんで、ちょっと遠征も考えてますね。車中泊も最近ちょっと道の駅の利用であんまり車中泊もできなくなってきているので、どっかキャンプ場とかですね、どっかオートキャンプ場かどっか借りて一泊ぐらいして、ちょっと遠くっていうか、遠くって言っても、まあ県内か県外かちょっとわかんないんですけど、行こうかなと思ってますね。全く予定が立ってないです。でガイドも、まあゴールデンウィークは全然入ってないんで、今のところまあ自由に行けますね。そんな感じですね。よいしょ、あっ、こっちこっち。今日はですね、ちょっと下流域ですね。下流域のちょっと広いポイントに来たんですけど、なんか前はそんなに釣れなかったんですけど、まあ、今回ちょっとなんか魚影が濃い感じがするん でポイントもなかなかいい形相なんで、ちょっと狙ってみたいと思います。新規のポイントです。じゃあ行ってみたいと思います。川に着いたら晴れてきましたね。ラッキーですね。で今日はロッドですね。ちょっとバンブーロッドで、ちょっと初めて使う7フィート6インチ3番のバンブーロッドです。フライは昨日と同じでパラシュートです。まあチペットもちょっと長めに、まあ、14フィートぐらいが長めなんですけど、14フィートぐらいで、フライはですね、これです、パラシュート、これは14から、本当オーソドックスなパラシュートです。でちょっと徐々にスタートしていきたいと思います。ちょっとですね、水温を測ってみたいと思います。ここもそんなに低くはないと思うんですよ。10度くらいあるかな、昨日と同じように。お、ここは、あれ、さっき言ってたんだけど、12.8 度。昨日より暖かいっすね。これはチャンスだな。ちょっと広い川ですけど、ヤマメ釣りたいなと思います。内耳してます。すぐそこの泡、バブルライン。見ますか、ちょっと、あ、ちっちゃい、ライズちっちゃいな、でもまあ狙ってみますか。よっしゃ、あー、外したら、いやべ、外しちゃった。よし、来たよし、あ、外れた来ましたけど、よし、
あ出るけど乗らねえ。乗らない。なんか乗らないね。風が強い。風強い。もうダメか。何回もバラしちゃった。何回もやらかしちゃうともうダメだな。よっしゃ、来た。いや、いい。これはいいサイズ。よしよし。ゆっくり。お、はいはい。はいはい。イワナかな？ヤマメです。ヤマメだ。ちゃんとヤマメです。よーし。来た。お、まあまあ。まあまあサイズ。おー、いい。おっきい。こんなヤマメです。太い。パクパーは結構、もうかなり、いいんだよ、それ。こんなヤマメです。よし。いやー、なんか魚より、ここちょっとやっぱ下流なんで、行者ニンニクありますね、結構。取っておこうか。ネット、袋持ってこなかったんで。あの、川の、こう、岩のあたりとか。あんま取りすぎないようにしないと。残らないんで、いただくことにしました。釣りしてねえの。よくいただく。今日、これからちょっと、まあ、この前行った園庭です。園庭なんですけど、まあ、尺出た場所なんですけど、実はですね、まだ何匹もいそうです。あそこの園庭なんですけど。尺が多分3、4匹いるんじゃないかっていう怪しい園庭です。誰も来ないんだろうな、ここ。ちょっと枝分かれして、こう、やっと来るような場所なんで。水つくね。ちょっと水減ってる。もう尺がうじゃうじゃな園庭に来ました。あっちの左の方にも、いたんですよね。ガーって入っていったんですよ。3匹ぐらい。多分中にも2匹ぐらいいるんじゃない？水減ってるな。まあ、やってみますか。出るか。ああ、出ない。よし、来た。イワナ。イワナ黒。黒イワナです。おお。Thank you.
いい罠だ。太ってる。尺はないですけど。お、黒い。すごいね。なんかネイティブっぽい岩穴です。出てます。そこでじゃれた。なんかヤマメがじゃれ合ってる。これを相手してくれない。わがままを言えば